久保さん。昔ね、久保さんね、アフリエートでブイブイ言わせてたんですけどね。まあ時代、時代が変わったというか、あれじゃないですかね。あの、そもそも構造がね、アフリエートの構造っていうのは、あの、広告主が単価を決めてる、広告主が商品持ってて、広告主が広告出すか出さないか決めて、広告主が広告単価決めてるので、こっちで操作で,できる部分とできない部分が、 分かれてきちゃうんですよね。でも、コンテンツビジネスの場合は、自分で全部、集客から商品販売。まあ、全部自分でやればね、価格も単価も、オファーも、レターも、全部。多分、アフレートだったら、業者が用意したページをアフレートしていくみたいな。自分でやれば、自分でいくらでも、あの、作り直せるじゃないですか。 コンバージョンが悪いんだったら自分で作り直せばいいだろうし、オファーが悪かったのオファーをまた考え直せばいいだろうし、いくらでも対応できるんですよね。うん。だからまあ、僕はまあね、ずっとコンテンツビジネス、うーおすすめしてるし、コンテンツビジネスの塾やってますし、うん。まあかったなと思うのが、まあ実際にその、塾生さんから1億プレイヤーですか 生まれたっていうのはやっててよかったなっていう。うもう5年ぐらいか。まあそそっか塾に比べるとまあ全然ですけどね。5年、5年。今年の年末で6年になるか。今5年ですけど。うん。うん。まあまさか1億プレイヤーが生まれるとは思わなかったですけど。まあよかったです。やってて。まあコンテンツって本当単価な、単価自分で決められますからね。 だって50万円の商品だったら1億に到達するのは200名に売ればもう1億ですからね。うん。ネット上で200名を集客するのは絶対無理なのか超難しいのかっていうと、そんなに難しくないんですよ。200名を集客っていう。例えば YouTube の、まあ再生数を入れたら微妙かもしれないですけど、YouTube の再生数200回。わ、すごい !200 回も回したんだ。マジで奇跡だね、とはならないですよね。 それが200万回とかね。2000万回クラスになったら、2000万回回したのやばくねなるけど、200回じゃ、うーん、うん、っていうか、なんも思わないでしょ多分あんまり。うん、YouTuber 基準で見たらば、うん。だから別にその200人を集客するっていうのは別に不可能じゃないですよね。うん、もちろん1本じゃなくても、1本でに、その、なんだ。 集客しなくてもいいわけじゃないですか。複数で集客してもいいし。で、あと単価は自分で自分で決められるし、セールスの仕方も自分で決められるし、その50万の商品のオファーの仕方も全部自分で決められるし、セールスレターも自分で変えられるし、作れるしっていう。だからいけるんですよね、これね、コンテンツビジネスの場合は。うん。なまあ今後も僕はまあコンテンツビジネスはもうずっといいですよって言い続けますけどね。 ただまあ、コンテンツビジネスに関しても、アフリエイトに関しても、どんな稼ぎ方にしても、結論はみんなやんないですよ。言ってらっしゃい。